おはようございます。釣り子 TV です。この袋、ね、怪しいでしょ？液体が入っていて、なんじゃろなってね。まあ、タイトルとかに書いてあるかもしれないんですけども、ミキポークって言ってですね、ビッグダディみたいなね、結構大きめのシルエットのポーク、ということで買ってきてみたんですけども、っていうのもね、もうビッグダディですね、作っていないので、でも昔からね、強いファンの方いっぱいいますよね。冬でも硬くならないとか、独特の存在感が非常にバスに有効だとかですね、近年の釣り雑誌なんか見ていても各ねプロの人が、まあ、自分のメーカーとか関係なくですね、まあ勝負、まあ陸王とかいった勝負のところでシークレット的にねポーク使ったりとか、あとはですね各ね自分の行く釣り場の釣果報告なんか見てもジグ&ポークってかっこねビッグダディみたいなね、そんなもうねシークレットウェポン的にねよく見るんですよ。でビッグダディ使いたいなーなんて思ってね、自分もね在庫いくつか持っているはずなんですが、ちょっとね見当たらなくてこれ参ったなと思って、そんでまあ巨大なシルエットの例えばブルフラットであるとか FG ダディとかですね、ああいったのでこうやっていたりするんですけど、ただねやっぱこのなんていうんですか、これあちょっと透けて見えますかね、豚の皮身でやりてえよなっていうのもあってね、なんかねいろんな今ね日本のメーカーとかからですねビッグダディリスペクトみたいなやつがいっぱい出てますので、一袋、買ってみました。じゃあね早速開けていきたいと思いますが、まあこういう感じのパッケージなんですよねこれ。開けた後どうしようかななんて思って、あそうだそうだ、ね、あれがあったと思ってねこれも買ってきましたよ。はいね、これねリキッドパックって言ってね、すごいね便利、結構ねいろんな100均で売っている液漏れしないケースとかねみんな工夫していろいろ使ってると思いますけども、この明宝化学のですねリキッドパック、これがねシンプルで本当液漏れしないんで、自分はですね味付けワームとか、まあ匠漬けみたいなやつとかね、やるときは結構ねこのパックをね、使うことが多いですね。こんな感じでバーサスシリーズにはすっきり気持ちよく収納できるよみたいなことが書いてあったりしますが、まあ、付け置きしている餌やワームの収納に最適な、密閉型ケース、ケース内の液体が漏れにくいように計算された、密閉容器なので、持ち運ぶ時も平置きはもちろん縦置きすることも可能っていうことで、非常にね気密性が高いのでこうやっておいたり、まあ、こうやっておいたり、あボックスの中でこんな風になっちゃってたよなんていう時もね本当ね気漏れしないんですよね。というわけで、まあ、ケースはこれを使おうかななんていうことで、で持っていなかったですね青色、こんなね何種類か色あるんですけどね、白とかねオレンジとか青色ね買ってみました。こんな感じで、準備して、じゃあね早速ねこれポークね開けていこうかなと思います。ちなみにこちらはですね、山水でですね2200円でね売ってました。ちなみにこっちのリキッドパックは900円、はい、まあ、ね、合わせて3000円ぐらいになりますけど、まあ何個か入ってるからね、はい、あ何重かにこう入っていて、まずこれ開けしないようにこうなっているのかな、ちょっと待ってくださいね、はい、キッチンバサミ持ってきました。これがね漏れないように厳重に2つ合わせてなんていうか真空パックされている、ここで綺麗に開ければね1段目、はい、開いて、あでこんな感じね、でまあこんな釣り場に持ってくってのはあれだよねってことで、開ける、あ、そうか、この内側もね
漏れないようにね完全密封されてますね。ちょっとやり方違うかもしれないんですけど、とりあえずねもう開けちゃって、このケースをね準備してるからね、このまんまね移植したいと思います。ほっ、おほっ、入った入ったよ。多分ね、これ食塩水とか入ってると思うんだけど、はい、じゃあ見ていきます。おーおおおお、こんなね、こんな感じ、シンプルだけどね、あのね一目見てわかるんですけども、この後ろの方まで肉厚ね。でカラーはねちょっとね青色しか売ってなかったんで青色買ってみたんですけども、で細かくねこの切れ目が入っている、この切れ目によって後ろのなんていうかテール部分がしなやかに動きそう、動くね、これがないとそうだね、こうちょっと張りがある感じだから、はい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 ね、こういう感じなんですね。ちょっとねお皿も持ってきたんで、こんなの、あはい、なんか可愛いですね。3個入ってます。2200円で3個入りっていうことで、これがね多分まあ表側上側だとして、裏側がこんな感じで、でここに切れ目が入ってますっていう、こんな感じね。微妙にねやっぱビッグダディとはまあ形は違うんですけども、狙ってるところは一緒なことができるんじゃないかなっていうことで、でまあちょっと柔らかくするねポークソーフナーがあったりとかいろいろするとは思うんですけども、まあ、ポークを使う上での一番重要なところは乾かしたら終わりだよっていうのがありまして、例えば夏の炎天下の中でですね、この、まあ、例えばラバージグとかにつけてぶら下げたまんましばらく使わないとですね乾いちゃうんですよね。乾いちゃうとどうなるかっていうと、カピカピに硬い、ちょっと縮んだ変な、なんかまあつれらそうな塊になってしまうので、常に湿らしておくね。だからね案外投げるよっていう時はね、もうポークでね一ストレッチ流し切って、ああちょっと違うかなって言ったらもうね、それごとまたこのケースに戻すとかね。でこの中にはこの液体が入っていて、保湿されておりますということで、あとはねあの前にメグタスが紹介してましたけどね、こうポークをね挟み込んで中が綿になっていて、そこに水分を含ましておくとずっと乾かないよっていうね、ポーク専用のですね、こうカバーね、竿をリール糸についたまんまペチコンとね挟んでおけるね、そういった保湿の、ケースなんかも売ってますんでね、まあ、そこら辺を活用していけばいいんじゃないかなっていうことで、うわーこれね、あーちょっとねボリューミーな感じなんで、デカバスにハイアピールしてくれそうですよこれね。なんだろうねやっぱこう、もうねこれね餌なんじゃないかって思いますけどね、豚の皮ですからね。まあでもね昔からねこれはねセーフというか、これはまあルアーとしてね、認識されているんで、まああんまり後ろ指刺されることもないんじゃないかななんていうふうに思いますけども、まあねとにかく、買ってみたんで、ジグストの釣りとか去年とかねいっぱい練習したんで、そこで味変というかですね、後ろのトレーラーの変化によって釣れるバスが違ったバスが狙えるんじゃないかなということで試しに買ってみましたよ。で、まあ、ジグストをやるときにトレーラーいろんなのつけますけどね、どこのレンジを泳がせたいかによってですね、結構いろいろワームのボリューム感を変えたりとかシルエット変えたりとかしてるんですよね。ブルフラットを好きでジグストにつけてるっていうのは、あれによってこう平坦なボディで、あのあと毛がもっさりついているから
ちょっと比較的レンジコントロールがしやすいっていうねのがあって、それでね好きで使ってるんですけども、このねポークもね多分ね柔らかい動きででかいシルエットなんだけども、ヘッドの重さによってはですね結構レンジコントロールしやすい、自分の任意のところを泳がせやすいんじゃないかななんて思ってですね、買ってみました。結構ねビッグダディ使ってた時はですね、まあノイ系とかでよく使ってたんですけども、まあそこの釣り場にいる結構これ最大級のサイズじゃないなんていうね、小さいバスいっぱいつって、そんでどうかなって言ってね、サイズアップしないかななんて言って試すと大概ね急に45アップが釣れたりとか、ほんとね大きなのにこの豚の皮身が効くっていうね、そういう印象はあるんで、でビッグダディもうねちょっと買いづらいんでね、こういったね、新しいポークね、ボリューム感のあるこういうのを、試してみようかなって、これ以外にもねなんか見つけたのあったら買ってですね、ご紹介できればななんていう風に考えておりますが、とりあえずですね本日はこちらですね、ミキポークのですね名前書いてあったな、ビッグツインテールね、ディープブルーっていうカラーですね、こちらを買ってみて、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。と終わったはずなんですけど、そうだこれのねあの締めた感じどうなるのよっていうね、これねちょっとね見せておきたいと思います。最後こうね締める、カチッと最後入る、こんな感じでねカチッと入るんで、でもここまで締めたらもうこっちのもどんなに振ってもどんな角度にしてもない、ね、ここのね精度がすごいいい。でゴムパッキンとかこれついてないですよね。ここの蓋の精度とあと下のこのここのね噛み合わせの精度が非常に高いことによって漏れないね。見えるかな、ほんとね漏れないね。今回ねポーク用にこれね使ってますけど、本当あの匠付けとかねいろんなやつにね便利でね使えて、でいろんなケース使って、やっぱねこれちょっとあれ漏れたなとかねよくあるんですけど、これに関してはね丈夫だし漏れないし、結構ね餌釣りの時ね海でやるね餌釣りの時、まあ臭いイカの短冊とか作った時とかね、あとサンマの切り身作った時とか、そんな時もねこれに入れておくと匂い漏れないし、あのね非常にねほんと便利なんですっていうのだけ最後に言って、今度こそ本当に終わりたいと思います。はい、釣りこう TV でした。